スインガー TV、スインガーです、えー。ごめんなさい。昨日はちょっとね、動画出せなくて、えー、本当にね、ちょっと申し訳なかったです、えー。今日はね、ちょっとやっていきたいなと思いますが、えー、本日の試合ね、7対6で、えー、スバロッテマリンス、えー、いろいろあっての、えー、敗北となってしまいました、はい。なんか今日はね、ちょっとなんか締まりの悪い試合になってしまいましたと。せっかくね、いい感じにね、 打打撃陣が打ったのにも関わらずちょっとミスもあってね、ちょっとなんか、変な試合になりました。はい。ちょっと今日情報量が多いんで、はい。まぁ、あ、ちょっとね、ちまちま細かくね、解説できるか、ちょっと、えー、微妙なところですか試合の方を振り返っていきましょう。はい、1回の表、えー、先制したのは楽天でした。えー、ノーヒットで先制されました。えー、小深田選手のところですね、えー、山口選手の、えー ほろりじゃないねなんかグラブに当たったのか、えー、こいつで1点先制されてしまいますと、はい、山口選手ね、うん、頑張れ、多分これからね、ファーストキードーがね、多くなっていくと思うんで、えー、補給の仕方だったりとかね、えー、まあまあまあ、そこはね、大丈夫だとは思いますが、ちょっとね、気を緩めないように、えー、山口選手、頑張ってください。 はい。まあ、こういう日もね、あると思うんで、しっかりと次に切り替えていきましょう。えー、しかしね、2回の裏、逆転します。まずは、えー、ノーアウト2、3塁から、えー、田村選手、えー、これ狙って打ったんでしょうね。えー、セカンドゴロの間に、えー、ロッテ1点先制。さらに、大木野隆史選手、えー、ワンナウト3塁のところで、えー、勝ち越しの、チャイムリーヒットで、2対1、逆転。<laughs> 大木野選手、ちょっと上がりましたね、状態が。 えー、多分ね、なんやかんや、2割8分、2割9分まで、えー、上がると思います。えー、お野選手の活躍、今後の活躍にも期待していきましょう。えー、しかしね、えー、4回の裏、えー、今日の先発ピッチャー森選手だったんですけど、なんかね、あの、抜け球が今日多かった。本当に、いいボールを投げるだけに、ちょっともったいないっていうか、フランコ選手にね、もう、これはもうど真ん中。 超ウルトラスーパード真ん中のボールを、えー、フランコ選手ね、見事に振り抜いて、えー、同点ホームラン、えー、2対2とね、えー、同点。えー、さらにさらに、えー、村林選手ね、好調の村林選手にね、えー、勝ち越しタイムリー、3対2と逆転されてしまいますと。しかし、ポランコ選手のライトスタンドへの同点ホームランで3対3、えー、同点ですね。はい、カ島選手からね、打ちましたと。 フランコ選手ね、比較的左ピッチャーに苦手意識あるんですけど、ものともせずにね、えー、打つことができましたと。えー、これで、えー、カラシマ選手、ノックアウト。えー、さらにさらに、ツーアウト1、一、二塁の場面で、またまた、オギ選手、センターへの、かちしタイムリーヒットで、4対3、逆転 <laughs> 言うことない、ナイスバッティング。しかし、えー、西村選手がね、あの、ピリッとしないっていうよりか、もう、藤岡選手の、 あの、エラーだね。あそこはね、ゲッツー取れましたよ、普通に。てかもう、あ、もう、今日の勝負の決め手そこ。もう、やっぱね、エラーはね、あかんね、本当に。特にあの、短期決戦になると、もうエラーとかね、もうフォアボールっていうね、あの、自滅がね、本当に失点につながるんで、今日の試合がね、シーズン中だったから、もう良かったですけど、 いやああいうミスはね、本当にいけないのでね、もうちょっと、うん、どうしようも言えないんですけど、集中力をね、高めていきましょう。はい。もうリラックスしようや、とりあえず。はい。で、まあ結局ね、えー、犠フライで4対4とね、同点になってしまいますと。で、さらにさらに、2ーアウト3塁から、えー、第一選手のタイムリーツーベースで5対4と勝ち越しされてしまいますと。はい。なんですけど、え回、ー、の表。はい。 えー、ツーアウト満塁から、藤岡選手のミスを取り返すタイムリーヒットで、ロッテ逆転 !6 対 5! はいなんとかよかった。なんとかね。はい、とりあえずね、はい、藤岡選手、ナイスバッティングえー、しかしね、ペルドモ選手が、えー、打たれてしまいますと、はい、辰巳選手にね、あわやホームランかの、 え、フェンチョクツーベースからの、え、そそっからね、ツーアウト三塁まで行くんですよ。え、小深田選手のタイムリーヒットで、え、同点。え、さらにツーアウト一塁。え、小深田選手がスタート切った途端、え、小郷選手がね、しっかりと打って、それがね、まさかのね、え、ファーストランナー、え、ホームに生還。え、タイムリーツーベースで、7対6と、え、勝ち越し。え、これで、ゲームセットと。はい、9回の表ね、 えー、ツーアウトからね、塁出すんだけど、えー、トシ君のところでね、センターフライで、えー、反撃技を奪すと、えー、今日はね、っていう試合でした。ということで、えー、こんな感じです。はい。そう、まあ結果論だからね、もうしょうがないんだけど、結果的にエラーが痛かったです。はい。今日の試合はね、えー、シーズン中だったから良かった。うん。あんなことをね、 あの、シリーズでやられてしまったら、絶対に負けるし、えー、日本シリーズいけないと思うんでね、えー、今日の試合を最後に、ああいう致命的なミスをなくしていきましょう。はい。2番目、えー、ポランコ選手ね、昨日もホームラン、今日もホームランということで、仙台に強い。はい。すごいね。仙台男ですね、ポランコ選手は。ね、昨日はヒーローインタビューに立っておりましたし、えー、ああいうね、 えーチームを救う一撃がね、やっぱ今後とも出動になってくるんで、えー、ポランコ選手、そしてブロッソ選手、えー、今後の活躍期待しております。はい。3番目。えー、もうこれさっき言った通りもう、もう今日は情報量が多い試合でした。はい。もうこれ以上言いません。最後、もう切り替えてね、明日頑張っていきましょう。とりあえずね。はい。そうだからね、今日の試合さ、あの、オリックス勝ってホークス勝ったから、 昨日の勝つがね、意味がなくなってしまったんですよ。だからね、もったいないなーっていう試合でした。明日はね、小島選手、えー、最近ね、ピリッとしませんが、えー、前回のね、えー、福岡の登板ではね、まあ、頑張った方って頑張った方だったんで、えー、仙台のピッキング、えー、期待していきましょう。で明日ね、も本選手ですから、えー、厳しい戦いにはなると思いますが、えー、しっかりとね、最後勝って、カード勝ち越し決めていきましょう。えー、以上、スインガー TV でした。